皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。5月15日、ユニバーサル・ミュージック、以下、ユニバーサル、から、A、ビギニング、で CD デビューする関西ジュニアの AA。グループ、3月26日、同社の公式ホームページで全4形態初回限定版 A、初回限定版 C、通常版、ユニバーサル・ミュージック・ストア限定版、のジャケット写真が公開された。 ネット上では初回限定版 A と通常版のデザインが11人組グローバルボーイズグループイニのデビューシングル A2021 年11月発売とびっくりするくぐらいそっくりと指摘されている A グループジャケット写真がイニとそっくりジャケット写真でキスマイフット f t 2とスノーマンファン対立の過去 A グループデビュー CD のジャケット写真がイニと そっくりでファン怒り、A. グループは3月16日に大阪京セラドーム大阪で開催されたファンミーティング、A. グループ A 越冬的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪みんなほんまにありがとうないで CD デビューすることを発表4月から本格始動するスタートエンターテイメント旧ジャニーズ事務所から初めてデビューするグループとなる話題になっている A ・ビギニングのジャケット写真はえん色の背景に黒の衣装を着たメンバー5人が白の「A」のロゴを囲って正面を見つめているという構図対する意味の「A」は「えん色」で縁取りされた枠の中に制服風の衣装を着たメンバー11人が正面を向いて並びその上に白の細い線で「A」の文字が配置されたデザイン A グループ側がこのジャケット写真を 真似したと言われてもおかしくくないいほどよく似ているんです芸能ライターそのためネット上では「A」「ビギニングのジャケット写真を見た人たちから「イニ」のパクリ「想像以上に似てた」と指摘する声が続出することにイニは韓国の CJN と吉本興業の合弁会社「ラポネエンタテインメント」に所属していますが CD の販売元は AA。 グループと同じユニバーサルネット上ではこんなに似てしまうなんてリサーチが足りなすぎるきちんとチェックすれば気づけたのではと制作サイドに怒りをぶつけたりせっかくのデビューなのに水をさすようなことしないで欲しかったメンバーかわいそうと嘆くええー、グループファンもいますどうキスマイフット2が SnowMan をパクったジャケット写真めぐりファン同士が対立の過去過去 同じレーベルに所属するアーティスト同士の CD ジャケットが告示していた例といえば、スノーマンとキスマイフット2が挙げられる。旧ジャニーズ事務所と Abex エンタテインメントが合同で設立したメントレコーディングに所属する2組だが、スノーマンの3枚目シングル、グランドール、21年1月発売、通常版とキスマイフット2のデビューシングル、エブリバディ号」11年8月、通常版のジャケット写真が、 似ているとネット上で話題を呼んだのだの2組ともメンバー全員が黒いパンツを履いており足を左右に大きく開いたポーズが印象的な写真が使われていたことからキスマイファンからは既視感を訴える声が上がったものの当時はネタとして捉えられていた印象ですただその後キスマイフット2が21年8月に発売したデビュー10周年記念アルバム「ベスト・オブ・キスマイフット2」 初回版 A で「エブリバディゴー」のジャケットを再現したところ、一部スノーマンファンからグランドールをパクったと指摘する声が上がったため、キスマイファンは10年前のデビュー作をオマージュしただけ、そもそもパックったのはそっちと反論。ファン同士が対立する展開となりました、どうなお、A、えー、グループのジャケット写真を見たいにファンは。 ジャケ写が似てるってことで勝手に運命感じたので YouTube 見てみようかなむしろこれをお互いにネタにしてほしいから共演しよう AA、えー、グループさんデビューおめでとうございますと寛容に受け止めている様子中にはシンパシー感じちゃったから AA の CD 全携帯予約しちゃったという人もいるようで AA、えー、グループファンが感謝するなど SNS 上では所属事務所を超えたファン同士の交流も生まれている。創業者、ジャニー喜多川氏の性加外問題がなければ、2023年中にデビューする予定だったと噂されている AA。グループ、昨年末には、福本体制が突然コンプライアンス違反で契約解除になるなど災難続きだっただけに、無事にデビューの日を迎えてほしいものだ。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。